南米チリ、湿地帯を抜けた森の中の小さな集落で。あ、日本人ですか？はい。一つの出会いで人生が変わった日本人女性が、北欧ノルウェー、氷河が削ったフィヨルド、極寒の地に。こんにちは。嘘、こんにちはって言った。すごいじゃないですか。さらに東南アジア、インドネシア、赤道近くにある小さな島。日本から来たんですけれど、はじめまして、突然すいません。そして政治はアフリカ28カ国目、コートジボワールへ。嘘みたいにゆっくり歩くやん。一つの出会いが人生を変えた3時間スペシャル。さあ、今回はですね、日本人にたどり着くまでも見どころなんですけれども、日本人の方それぞれがですね、ある出会いによって人生が大きく変わったという方々だそうです。さあ、今回のゲスト、鈴木浩介さん、お願いします。よろしくお願いします。でも鈴木さんも3回目ですか、はい、海外のは何でしたっけ。あんまり好きじゃない。なんで来んねん。ほら、なんで来んねん。そうですよね、何の番宣やねん。そうですね。番宣でもないです。海外もう全然行かないんでしょ。全然行かないです。で、番宣でもない、なんで来たんや。さあ、それでは今回日本人が住んでるのはこんなところです。南米チリ共和国、湿地帯を抜けた先、森の中の集落に住むたった一人の日本人女性。さあ、志田君お願いします。はい、チリはですね、日本から東へ行きまして、ほよだっとこちら南半球、南米大陸のこちらになっております。ペルー、ボリビア、アルゼンチンに囲まれた細長い国です。たった一人の日本人女性が住んでいるのはバルディビア県のカマンという集落です。さあ、今回チリにはですね、ちょっと意外な女性が日本人探しに行ってくれました。ご覧いただきましょう、どうぞ。南米チリ共和国、湿地帯を抜けた先、森の中の集落に住むたった一人の日本人女性。日本からはるか1万7000キロ、アメリカのダラスを経由して25時間半かけ、チリの首都サンティアゴへ。午前10時、アルトゥーロ・メリノ・ベニテス国際空港に降り立ったのはこの人。はい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 、皆さんこんにちは、土屋アンナでございます。土屋アンナ in チリ。意気揚々と登場、初めての日本人探し、土屋アンナ。父親はアメリカ人で、14歳の時にモデルデビュー。あの無人島生活ではワイルドな一面も。女優や歌手としても活躍するが、本職は一流ファッションモデルなのに、今回あまりアップにしないで。なぜなら土屋さんね、化粧道具忘れた。唯一ね、見て、これとこれとこれだけはあるから。休憩今はほぼ真っ直ぐ。そうよ、眉毛描いたけどね。綺麗。一流モデルなのにメイク道具を忘れた、なんて無頓着なの。実はプライベートでは3人の子供を育てるお母さん。13歳と7歳、一番下は9ヶ月。細かいことを気にしていては子育ては務まりません。元気いっぱい、半袖のまま空港の外へ。気持ちいいね。なんか涼しいけど空気はあれ、クリア。この日の気温は21度。南半球のサンティアゴは日本とは季節が逆なので、この時は春。朝晩は結構冷え込む。まずはタクシーで街の中心へと向かう。
実際問題、全体的な治安っていうのはどんな感じですか？一般的に南米の国の中ではチリの治安はいいですよ。でも夜の一人歩きとかはさすがに危ないですから、絶対にしないでくださいね。気をつけましょう。チリは政治や経済が安定しているため、他の南米諸国に比べ治安が良い。しかし危ない場所もある。タクシーで走ること30分。なんか建物がなんか市になってきましたね。市？町。町。私日本語がちゃんと喋れてないよね。チリの首都にして最大の都市サンティアゴ、人口700万。町の背後には5000メートル級のアンデスの山々が。スペイン統治時代の建物と高層ビルが立ち並ぶ南米有数の大都市だ。では今回探す日本人女性が住んでいる場所は、バルディビア県の、もう一回言って、バルディビア県のカマンという集落です。もう一回始めの言って。バルディビア県の、バルディビア県のカマン、はい、バルディビア県のカマンという集落。バルディビア県のカマン、はい、チリ長っ。チリ長っ。長げ。これ全部チリ？チリ長くない？長いですよ。南北に4300キロ。日本と比べたらこんな感じ。ちょっと私いい人そうな人を探す。では聞き込み開始。感じ良さそうなお父さん。オラ。ほら、バルビディア県カマン町はどこにあるか教えてもらえますか？聞いたことあるけど地図が読めないんだ。地図読めないか。オッケー、うらっしゃーす。チャオチャオ。地図読めないってあるんだ。人見知りしない土屋、どんどん聞いていく。ほらほら、ちょっと聞いてもいいですか？バルビディア村の、県のカマン町を教えてほしいんですけど。バルディビア県ね。かっこいいな。かっけえ。下の方行ったね。あ、おっと、これここだよ。バルディビアでカマン。カマン、わからないな。ノーカマン、サンティアゴ、バルディビア、ロングね。オーケー。カマンまではわからなかったが、バルディビア県はサンティアゴから南に740キロ。東京から山口県と同じくらい。まあ、とりあえずバルディビアという町を目指す。どうやって行ったらいいと思います？バスだよ。バス。どれぐらいかかりますか？そうだな、10時間くらいかな。あ、東京山口へね。オッケー、こういう感じよね。オッケー、ありがとう。グラシャース、グラシャース。ちょっとあんたたち10時間かかるわよ。10時間のバス、飛行機降り立ってすぐに。でも30時間かけてきたから、その中の3分の1って思えばポジティブに行こう。あ、ポジティブ。イエーイ、10時間だ、イエーイ。物は考えようで、イエーイととんでもなくポジティブ。足取りも軽く、教えてもらったバスターミナルへ。時刻は正午。案内係のお姉さんを見つけた。ほら、バルビディアに行く、バスのチケット買うのとバスの乗り場はどこですか？チケットはここで買えますが、バルディビアまでは12時間かかります。12時間。12。おお、ロング。でも今からだと到着が夜中になってしまうので、女性にはおすすめできません。今日は途中までにして、明日バルディビアに向かう方がいいですよ。え、それがいい。それどうやって行くの？例えばチジャンという町なら明るいうちに着きますよ。お、そうする。じゃあチジャン、チジャン、チジャン、チジャン買う。治安が悪くないと言っても、ここは南米、無理は禁物。そらそうやな。今日はバスに6時間乗って途中のチジャンまで。そのバスはすごいね、
立派だね。快適そうな車内で一安心。よろしくお願いします。午後1時半バスは帝国道大地がどこまでも続いていくが、土屋は股を広げ乱れ髪で爆睡。お隣さんともいい感じで眠りつけ、フライデーあたりよ見る写真だ。気がつけば午後6時、途中の町で隣のお兄さんが降りて、やっとお目覚め。すげえ寝てない。目パンパン。何時間経った？もう6時。5時間寝てる。すげえな、そんだけ寝れたら。なんかね、昔から言われてたの、お母さんに。お前どこでも生きていけるねって言われた言葉って、車の中でも床でも、もう本当に椅子でも。どこでも寝れるの。気にしない人ってなんていうんだっけ、鈍感違うか。無頓着って感じっすか。しばらくすると左手にチジャンさんが。まだ明るいが午後7時に到着。到着。ビヨビヨ州ニブレ県の県都チジャン、人口18万、町のシンボル大聖堂の巨大な十字架は大地震の慰霊碑。1939年、チジャンを襲った大地震は推定3万人の死者を出す大惨事となった。この日は時間も時間なので日本人探しは諦め、夕食へ。ねえ、なんか可愛くない？だって見てよ、バイクが上にあるよ。店の名前は元ネータスクーターという意味。70年代の古き良き家庭の味をモットーにしているそうで、その時代のシンボルだったスクーターを店の名前にしたのだという。で、この店の自慢が、わすごい、めっちゃ肉じゃん。町の名物のソーセージをはじめ、炭火で豪快に焼き上げるいろいろなお肉。いいな。な、これ何人前ですか？2人前だ。すごい量だ。で、頼んだのは。来た。ちょっとちょっとちょっと。ほら。わあ、見て。すごーい。あ、そう。豚肉の盛り合わせ1人前。ソーセージの他にホルモンにロースト。盛りだくさんの内容だ。まずは町の名物黒いソーセージを。うわ、ほら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 、絶対美味しいやつじゃないですか。パサパサ。待って、トライ。はい、美味しい。美味しいんだ。はい、美味しい。なんだこれ、レバー？それはチヅメのソーセージです。チヅメだ。レバーのような独特の風味だ。チヅメ美味しい。続いてはロースをいってみよう。炭火感半端ない。美味しい。チリのビールもグビッといって、ほろ酔いの土屋はふと思った。で、見てこの衣装、よくこんなに神経質じゃなくてモデルできてるよね。母としてはもしかしたらいいのかもしれないね。来年はマスカラとかそういう身の回りの美意識高めよう。
子育て中心だった昨今の生活をモデルとしてなぜか急に反省し始めたチリの夜であった。日本人探し2日目。おはようございます。天気がいいいいいい。そして見てください、マスカラつけてみた。よくわかりませんけど、すごいね。時差ボケ NOW ない。私すごい、ね、すごい寝ました。朝7時半に起きて部屋で腹筋とストレッチしたから超元気です。昨晩はたっぷり眠れ、体調もメイクもバッチリ。正午、日本人女性が住むバルディビアへ向かうためバスターミナルへ。バスは12時45分出発のはずだが、うちら乗るのまだ来ませんよ。バスが来る気配ないです。バスが一向に来ない。どうなる土屋。どこにでもある日々だけど、どうしようもなく大切で、スーちゃんの部屋行ってみて。ねえ、君が笑える場所、タブレね、それは僕らが笑える場所。奥様、サロンドプロはいかが。生え際も分け目もしっかり染まる。匂いのない白髪染めはこのサロンドプロよ。匂いのない白髪染め、サロンドプロ無香料ヘアカラー、試してみて。ダリアコーポレーション。Where is it you wanna go?What you doing on your computer? What's a computer? もしもし。ちょっとわからないところがあって。どこだよ。てかクリスマスなのに約束ないんだ。受験生だからさ、彼女いないし。LINE の通話ができるスマートスピーカー、クローバフレンズ。メリークリスマス。あ、小林製薬。肩のお薬、あと少しが届きません。だからアンメルスネオロング。長い首が背中にまで届いて、あー血がめぐる、ジンジンきたきた。独自の処方が効くアンメルツネオ。応援を呼べ。了解。何やってんだよ。割れちゃった。は？逃げちゃったじゃないか。割れちゃったじゃないか。お前アローズじゃねえの。ザ割れにくいスマホアローズ。富士通。チジャンから日本人女性が住むバルディビアへ向かうためバスターミナルにやってきた土屋。バスは12時45分出発のはずだが、うちら乗るのまだ来ませんよ。バスが来る気配ないです。が12時45分発バルビディア行き来ました。1時間遅れ、よかった。2、3時間じゃなくて、イエーイ。結局バスは1時間15分遅れの午後2時。日本人女性が住むバルディビア県の県都バルディビアに向け出発。そこはどんな町なんだろうか。バルディビアは昔大きな地震があったんだ。確か世界最大の大地震だったはずだよ。マグニチュードが 9.5 だったから、すっごい大きくないですか。 9.5 大きい。 9.5 だ。
1960年に起こったバルディビア大地震。地震の規模は観測史上世界最大のマグニチュード 9.5。 その時起こった津波は日本にも到達し、東北や北海道で死者行方不明者142名が出た。バルビディアに近づいてきて、ここなんか綺麗な場所とか、なんていうのかな、有名なポイントがあったらぜひ教えてください。わかりました。この人寝てるかもしれないから、寝てたら起こしましょうね。この日もバスはアンデス山脈の雪山を遠くに見ながらひたすら南下。出発して1時間、体調万全、元気いっぱいだった土屋は、またしても夢の中。ゆべよく寝たんじゃないの。迫力満点の鉄橋、その脇をすり抜け、満開の菜の花畑、黄色い絨毯を突っ切って進む。これこそ土屋が求めていた絶景のはずだが、いい景色なのに残念だな。本当は僕が寝て彼女が起きておくべきなのに。南半球の地理は日本とは逆で、南へ行けば行くほど寒くなる。気がつけば夕暮れ時。出発してから5時間半、昨日同様延々と眠り続ける土屋。もうすぐ着きますよ。バイバイ。いやバイバイじゃなくって、起こしてくれたんだよ。どうもありがとう。おはよう。昨日もバスで5時間寝て、今日も5時間。寒くですか、大丈夫？うん、だって夜も寝てるもん。夜もちゃんと6、7時間寝てるの。じゃあなんで？動くものに乗るとね、寝ちゃうんだよ。ごめんね。道はますます緑が濃くなってきた。日本人女性が住むカマンという集落はこの地のどこにあるのか。何にもないね。自然がたくさんあるね。しばらくすると川と森に囲まれた町バルディリアに。まだ明るさの残る午後8時到着。ジジャよりも涼しい感じがするけど、ね、日本人女性が住むバルディリア県、その県都バルディリア、人口15万。16世紀チリを侵略したスペイン人ペドロ・デ・バルディビアが南部の要所として築いた町。日本の緯度でいうと岩手県あたりに位置し、あ涼しいな。太平洋からの湿った空気がアンデス山脈にぶつかり、年中雨が多い。うわ寒いところの雨って嫌やな。日本人探し3日目、朝9時。すんげー寒い。でもね、なんかね、朝すごい雨降ってたんだけど、さすが羽女、ちょっと今上がってきました。今日はちょっとやっとこそカマン村に行きたいので、いざ日本人女性が住むカマンを目指す。あのお父さんに聞こう。オラオラ。ねお父さん、カマン村知ってる？カマンかい？南だよ、南。南の方どうやって行くか分かる？バスで行けるよ。ターミナルで聞いてごらん。30分くらいだよ。あ、すんごい簡単だった。お父さん、グラシャース、グラシャースね。かわいい。カマンはバルディビアの町から南東に25キロ。路線バスで行けるようだ。日本人女性が住むカマンは一体どんな集落なのか。15分ほど走ると郊外に。もうなんか大自然、自然が多いとこだなと思うんだけど、何もないじゃないかい。どんどん何もなくなってくよ。よくこんなところ来たな。大地震の時はここまで津波が押し寄せた。地
人の地盤沈下によってできた広大な湿地帯を抜ける。日本人女性はどんな出会いがあってこの地に、そして何をしている人なのだろうか。なんだろうね、なんで来るんだろうね、こういう場所に。地震とかあって、そういう、まあ、日本でそういう研究とかしてるとか、なんか自然、そこにしかない自然を研究してるとか。まあそうやろな。バルディビアを出発して30分。もうすぐカマンだよ。もうちょっとで着く。あ、こんなところで降ろさないでもうすぐ着いちゃうの、これ。こんなところに日本人どころじゃなく、こんなところに人っていうレベル。山道で降ろされる、これ。あれ、ね、ここ、あ、着いた。カマン、グラシャーズ、グラシャーズ。日本出発から76時間、ついに日本人女性の住むカマンに到着したが、あ、あったあった、カマン、あったよ、カマン。ここに日本人が住んでるのはすごいよね。地震でできた広大な湿地帯を抜けた先、森の中にポツンポツンと家が点在する集落、カマン。ほんまやな、こんなところに人やな。一体なぜこんなところに。二人の時はキャップはやめろよ会長、週末の取材頼んだぞ。高畑、話題の料金プランの件ですよね。そうそうそう、対象スマホ拡大、ドコモウィズ。いいな。証人尋問を始めます。証人尋問にお尋ねします。ではそれを大丈夫か。大丈夫じゃないです。風邪の症状は人それぞれ。バブロンメディカル誕生。対象製薬です。話そう、過活動膀胱。ねえねえ、このツアーどう？いいわね。行きたいけどトイレがね。尿漏れパッドもつけてるけど、やっぱり心配だから。わかる、私も昔はつけてたから。私も。え、今は？40代以上の7人に1人が悩んでいます。病院で相談できるのよ。チェックシートがあれば簡単だしね。私も病院に行ってみようかな過活動膀胱は医師にご相談を。アステラス製薬。Where is it you wanna go? Where is it you wanna go? Where is it you wanna go? Hey, hey, what you doing on your computer? What's a computer?スマホがない。手ときは OK Google。 スマホ鳴らして発見。 Google で毎日がちょっと変わる。 Google ホーム6000円から。ワイモバ学園シャゴダンス部。早く入るとお得、ただ学割。やばいよやばいよ。土屋アンナさんです、どうぞ。ヨーグルトの CM やん。似合いますね。この番組向いてるわ。日本出発から76時間って出てたけど、あれ睡眠時間も出した方がいいんじゃん。すごい寝ます。いいですね。あのいい人がね、教えてあげるよって言ったのに全部寝て最低。アンナちゃんとはもうずっととちっちゃい時からのうちの真前なんです、家がね。そうなんです。で、あのもう一人女優さんが斜め前にいているんです。あのみんな家族あの離婚してるんで、うちの子供たちはディボースストリートって呼ばれる。濃い町内ですね。回覧板何書いてんねん。
さあということでいよいよこの後ですね、日本人女性に会うわけですが、一つの出会いで人生が変わったということなんです。さあ鈴木さん、何だと思いますか。人なのか仕事なのか、いろいろあると思いますけれども。はい、人なのか仕事なのかごめんなさい、今急にちょっと。だからその人生が変わるような大きな出会いがあったんですよ今から会うね、女性には。ああ、そうなんですね。それを何かって聞いてんねん。なるほど今日あるよ、そこだけやで仕事ちゃんとしてやそれで一回も許したるわ湿地帯を抜けた先にある集落、バルディビア県カマン。深い森に囲まれた11キロほどの道沿いに25世帯70人が暮らしている。はあ、この森の中のどこかに日本人女性が住んでいる。すぐ見つかる。とりあえずガタガタの一本道を奥へと進んでいくが、どこにも家なんてないじゃないかい。人っ子一人いないじゃないかい。山好き、自然好きかな。なるほどね、これ大変。緩やかだが延々と続く未舗装の坂道を登っていく。道は一本道、とにかく進むしかない。するとワンちゃんめっちゃ尻尾振ってるけど、野良犬なのか飼い犬なのか。ぐるんぐるんしてる。かわいい。はい、何しに来たの。かわいいな。あなたは何しに来たの。人がいた。あ、オラ、この辺で日本人見ませんでしたか。ええ、いますよ、日本人ね。ジャパニーズ。いや、この先に緑と黒のフェンスがあるから、その家よ。 OK、Thank you。 めっちゃ綺麗な人、あなたの犬じゃなかったのね。このワンちゃん、彼女の飼い犬ではなかった。日本人いるさ、イエイイエイイエイって言ってた。本当かな有力情報をゲット。そう信じて先へ進むしかない。ええ仕事しよんな。道案内人が前を行く犬についていくと家が。しかし緑と黒のフェンスではない。もうなんか住んでなさそう。犬を追いかけ歩き続けて30分。一体どこまで歩けばいいのやら。この先また山道だけど、ちょっと待って、このバッグ捨てていいかなそうですよね。ちょっとさ、ちょっとお姉さんと行ってきていいかな。ガラガラするよりね早いんですよ。ちょっと様子見てくるよ。えちょっと行ってくる。あらま、土屋勝手に一人で走り出したん。カバンを置き去りにし、身軽になり犬を追う。何度もフリースタイルな日本人探し。カーブの先を確認しに行くようだ。あ、結構距離が。やべ、疲れた。よそそ。なんもないよ。疲れたわ。私、息が切れてます。10分後。戻ってきた女性ランナー土屋収穫はあったのか。犬がずっと一緒に。どうでした。この先をずっと行く勇気があるなら戻る勇気も必要。結構頂上の方まで行って、そしたら犬がペタンって座ってってやったからほらねと思って遊んでるんで、あ、こっちじゃなくてこれはちょっと遊んでたんだなと思って戻ってきた。犬と会話してるよ。さっきのとこじゃない。ちょっとあそこ行ってみようよ。入れるかな。先には何もなかったようで、結局先ほどスルーした家に逆戻り。人の気配は感じられないが、鍵閉まってる、入れないのこれ。誰か。あ、お、オラ。お、こんにちは。人がいた。ん？アンナです。ごめんとボルファボール。はーい。
やった。危ない。日本人ではなさそうだが人がいてくれた。はい。あら、日本人ここに住んでますか？ええ、住んでるわよ。ここじゃなくて隣に住んでるのよ。案内するわ。ああ、ありがとう。その日本人の名前なんて言うんですか？アキコさん。アキコさん。ここが入り口よ。あ、ここなんだ。この奥に家があるというな。でも彼女は今出かけてるわ。あら、あ、本当いないんだ。でも住んでるんだ。土曜日はいつもバルディビアの市場で店を出しているのよ。夜まで戻んないかな。待つより市場に行った方がいいんじゃない？今ちょうど友達がバルディビアから車で来てるから、帰るついでに送ってくれるか聞いてみようか。あ、本当ですか？お、犬待ってるやん。そう、犬がすごい優しい。で、しばらく待ってると、ほら、彼らが送ってくれるって。グラシアス。じゃあちょっとお願いします。いやー、いい人ばかりで助かった。確かに。しかし日本人のアキコさんは市場で何を売っているのか。やっぱりなんか作ってるのかね。なんだろうね。でも野菜系なのかな。30分ほど走り市場に到着。ありがとう。ここは週末だけ開かれる青空市場。このどこかにアキコさんがいるはず。さあ、どこにいるのか。すいません、日本人女性の売ってる人いますか？向こうの方にいるわよ。あ、すごい。あっち、何売ってますかその人？お寿司みたいな三角のものよ。おにぎり。おにぎり。おー、グラシャス、グラシャス。おにぎりだ。こんなところで、こんなところでおにぎり。日本出発からなんと79時間もかかって。あ、日本人ですか？はい。ついに日本人女性が。そしてこれは私も彼なんです。あ、そうなの？この人が彼氏？一体どんな出会いがあったのか。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。分かってくれる人がいた。心でちょっと弾んじゃってる。デトキーはうどんにします。ほら、こんな時にもほろ酔いだよ。テキーラブンブン、テキーラブンブン、テキーラブンブン、テキーラブンブン。サザクーラ瞬間パーティーバトル、サザクーラ出た。浄水器を選ぶって本当難しい。除去できる物質は、カートリッジ交換は、場所取らない、いいデザイン、もういろ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 ある中で、でも一番選ばれている。それってもっと自慢しちゃってもいいんじゃないでしょうか。一番使われている浄水器。高木、相談って何？ペイさん、パーコさん、俺たちスマホに乗り換えようと思って。有給なら14パーで。パーでした。パーコすいません、乗り換えは14パーで。パーでした。パーコすいません、余計なこと言って。14パー。有給スマホ乗り換えは14パー。有給モバイルだぞ。有給モバイル14パーコ。薬で困ったことありますか？体調崩した時に買いに行くのが大変で、買っても使い切れなくてギレンギレに。そういう時こそおうちにお薬なんです。お薬。薬は使った分だけ後払い。後払い。置いておくだけならなんと無料。無料なの？しかも期限が切れないように無償で交換。無償で。おうちにお薬、富士薬品。0120-89-8214
富士愛知薬。また来てね。日本出発からなんと79時間もかかってついに。あ、日本人ですか？はい。わあ、やった。やった。やった。土屋アンナと申します。はじめまして。はじめまして。川上です。川上さん。はい。南米チリ。バルディビア県カマンに住むたった一人の日本人女性、川上明子さん、41歳。ずっとここに住んでんですか？そうですね、6年半くらい住んでますね。川上さんはこの手作りのおにぎりとお味噌汁を毎週土曜日市場で販売している。味噌は川上さんのお手製。評判は上々で。おいしい。そう。あ、おいしい。おにぎりの具材は焼き魚だ。うん、おいしい。やったー。うん。ひょっとしておにぎりを売るためにここに住んでいるのか？なぜここにチリで生活をすることに？私、友達と一緒に田舎生活をしたくて来たんですけど、そしたら運よく仕事が見つかってそのままいます。その友達も一緒におにぎりを売っているようだが。彼もお友達？いや、これは私も彼なんです。あ、そうなの。このヒゲモジャのおじさんが彼氏。聞けば年齢は54歳。川上さんの13個上。この人と一緒に住んでる。うん、すごい優しそうな人。そうですか、うん、彼はスペイン人で名前はチュースさん。一体どうやって出会ったのか、ご自宅で詳しく伺うことにした。雑木林を抜けると、はい、これがうちなんですけど。めちゃくちゃ素敵ですね。ありがとうございます。これね、チュースが作ったんですよ。チュースすごい。すごい。チュースすごいね。川上さんとチュースさんが暮らす家、なんと一からチュースさんの手作り。1階がリビングダイニング、2階は寝室というシンプルな間取りで、現在1階に客間を増設中だ。電気水道は通っておらず、電気はソーラーパネルで。水道は溜めた雨水と汲み上げた湧き水が蛇口から出る仕組み。家が完成する前はチュースさんとドラム缶のお風呂に入っていたという。すごいわ。いや、あなたすごい。ありがとう、ありがとう。あなたすごい。で、チュースさんは実際は何者だったんですか？何者なのか。チュースはね、旅人です。チュースは旅人って曲が作れそうですね。ありそう。チュースはもともと20年ぐらいオーガニックのパン屋さんをやってて、うん、その時のパートナーの人と別れて、うん、で子供もいるんですけど。あ、そうなんだ。子供も18になったし、うん、もう僕はね、ずっと旅に出たかったから、うん、旅に出るって言って旅に出たんですよ、うん、それからチリに来て、うん、でもそこで出会って、私と出会って旅が始まったんですね。旅が終わったっていうか。いや違う、新しい旅が始まったんだよ。、うん、チュースさんはスペインでパン屋さんをしていた。妻と別れ、子供も独立したので店を売り、そのお金で夢だった世界旅に出た。そしてチリを旅している時に川上さんと出会った。一方、川上さんは1976年新潟県新潟市で生まれた。高校生の時に地元を離れ、山形県にある全寮制の田舎の学校で3年間過ごした。東京の大学を卒業し、福祉の仕事に就くも、高校生の時に経験した田舎生活にずっと憧れていた。だが憧れは憧れのままだった。そして2007年、30歳の時、ボランティアでチリをたまたま訪れた時、
ある出会いが。でチリでそういうみんなで田舎に住んでる人に会ったんですよ、はい、で私すごいここが気に入って、うん、なんかねすごいいろいろ美しくて、うん、わいいなここいいなって思って、うん、憧れていた田舎生活、そしてそのチリの人たちに誘われ34歳の時居候する形でチリでの田舎生活が始まった。その時はチュースと知り合う前で、うん、別に付き合ってる人がいたんですけど、日本ではね彼氏なんか全然できなかったのに、うん、こっちで彼氏できてよかったみたいな、絶対可愛いからな、いや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 いう感じで、うん、まあ、結局その彼とは別れて、うん、でね沈んだんですよ。あ、ちょっと精神的にね、はい、寂しくなって、はい、5ヶ月ぐらい沈んでちょっとブラジルでも行ってこようかなと思って、そこでブラジル行くんですね。あの冬休みがあったので気分を切り替えてチリに戻ってきたところで3日後ぐらいにチュースに出会ったんですよ、はい、たまたま川上さんの友人の家に泊まっていたのが旅の途中のチュースさん。川上さんは居候田舎生活も1年が過ぎそろそろ出ていくことを考え始めていた頃で、ずっと今友達の家に帰ってるから、うん、お世話になってるから、うん、自分の家作りたいんだよねって言ったら僕が作ってあげるよって言ってくれて、いやまたそんなねすぐ作れるわけないでしょ、作れるわけないじゃん、うん、みたいな、でこの人何なんだろうと思いながら、うん、まあ、とにかくいい人なので、うん、なんかまあ一緒にいたんですけど、そんなチュースさんの優しさに惹かれ、なんと出会った翌日から2人は付き合った。するとチュースさんは言った通りに川上さんの家を作り始め、なんと8ヶ月ほどで家を完成させたのだ。そして今に至るまで4年間この家での2人の田舎生活が続いている。チュースさんは川上さんをどう思っているのか。だから今僕はなんだよ、素敵サンバとしてかるよ。ミラクル9芦田愛菜初参戦、豪華メンバー集結、年末3時間スペシャル。2017年、実はこんなことありました。話題になったこの滝の愛称は、正解は明日夜。ご存知でしたか、同じ震度7でも建物が壊れやすい震度7が存在することです。そうなんや。では一度震度7を体験してください。はい、あかんかん。タマホームの家はその震度7にも耐えられるよう実験で再現しています。やばいやばい、これに耐えれんの。そしてその家をいかに低価格で提供できるか、それが大事なんです。うるさいね、もう値段のことは。よくないです、高いと意味がないんです。震度7に耐えられる家を低価格で、安全を低価格で、タマホーム。三井ダイレクト損保。あっ、事故発生。大丈夫大丈夫、三井ダイレクト損保が事故の時でもしっかり対応してくれるんだ。専任担当者が君に代わって示談交渉してくれるぞ。さらに車両保険もついて、この保険料。安心の事故対応を納得の保険料で。三井ダイレクト損保で検索。食後の血糖値や中性脂肪が気になる方、血圧が高めの方に、緑茶にマルチな機能性、オリヒロ健人の緑茶。14歳の時に骨肉腫という病気になりました。夢とか持てない闘病の日々が続いたので、メイクアウィッシュで夢が叶ったことで次の目標ができました。自分の経験を生かして一人でも多くの患者さんの手助けができたらいいなと。一つの夢の実現が僕の人生を変えました。難病の子どもたちの夢を叶えるメイクアウィッシュオブジャパン。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。5年前に出会い、今は田舎生活を満喫する2人。チュースさんは川上さんのことをどう思っているのか。ジュースさんの愛子さん見た時の第一印象っていうのは何でしたか。まあ、それ聞いたことない、うん、さあどうだったかな。
最初見た時に可愛いなと思ったよ。めちゃめちゃ若く見えるよ。ピピッときたんですね。可愛いね。アキコと知り合って彼女のことがすごく好きになったし、アキコが家を作りたいって言ってたから、僕が手伝ってあげられると思ったんだよ。ジュースさんが旅人っていうのをすごい聞いてたんですけど、でもまあ最終的にここに落ち着いたじゃないですか。やっぱりここの生活の魅力っていうのはあるんですか。この地を選んだわけではなく、僕の人生の中でここでアキコを知ってしまったんだよ。だから今僕は囚われの身なんだよ。素敵な言い方。何それ。素敵。そうだね。散髪してからね。散髪してからね。いや関係ないでしょ。チュースさんがいるからこそ続けられる憧れの田舎生活。実は8ヘクタールの土地に川上さんを含め同じ思いを持った7人が3軒の家でそれぞれ生活している。こちらはアメリカ人2人とチリ人1人の女の子3人が暮らす家。あそこに蜂飼ってんだ。そう、はい、蜂まで。彼女たちは養蜂をしたりビニールハウスで野菜を育てたりしている。こちらはチリ人の男性2人が住む家。オラ。このマルセロさんはチリでの田舎生活のきっかけとなった人。すごいかわいいお家。お家かわいいんですよ。もちろん家は手作り。マルセロさんの仕事はカメラマン。夕食はみんながおかずを持ち寄って一緒に食べる。楽しそう。あ、そう、土地はコンエリソ。¿Qué es el erizo? ¿Erizo de mar? ¿Eso que tienen pinchudos? Sí. Kawakami-san wa kono minna de inaka seikatsu o mankitsu chuu da. Fuben na kankyou da kara koso jūjitsu shita ima ga aru. Chūsu-san to kurasu you ni natte 5 nen. Kongo wa ma koko da から会えた人っていうのがいて、でもやっぱり状況っていろいろ変わるし、いつもここにいるかって聞かれたら絶対いつもいるとは言えないし、まあ今を生きるっていう。そうですね。生活をする日本人女性がいました。そういう出会いがあったそこにね。はい。いやー素敵だな。自由に生きてるし。ね、うん。チュースさんがすごいいい人なの。あ、そうなんですか。そのうちどっか行くかもですよね。と思いますね。チュースはね。そう。例えば僕が旅出てもそれはすごい悲しいことじゃないみたいな。うん、なぜなら僕は旅人だから。だけど多分私を見ててアキコさんはチュースさん離れて。たくないだろうなと。そうでしょうね。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ続いてはこちらです。